タイミングで。で、もうレコード始まってるけど、何も緊張せずに、聞いとけとか言っちゃっていいですよ。聞いとけ。おいし。聞いてみろ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。俺は MC ジャンボ。劇団入って40年。舞台一筋40年。名もなく貧しい40年。下は4歳、上は80以上、ファン層は幅広い。全国にファンはいる。しかし食えない40年、しかし食えない演劇人。舞台だけで食っていきたい演劇人。人生未だ65年、まだまだ未だ道半ば。苦節65年、劇団生活40年、イエーイ。あー、私は MC ローソー。東京都の最低賃金時給1013円、やっと1000円超えたけど、これじゃ誰も食えん。目は私は目指してるの時給1500円、普通に働き普通に幸せになれないのおかしくね。労働相談に来た女の子、 OL しながら夜もバイト、回転寿司の隣の子、頼むお皿は100円ばっか、コロナ騒ぎで Uber Eats チャリンコビュンビュン飛ばす。危ねえよと怒鳴りたい、でも彼の生活どうなってんの。朝は前後ろ子供を乗せたお母さんのチャリンコビュンビュン飛ばす。あら、危ねえよと言いたいけれど、急ぐ理由がきっとある。私は労働組合員、おまけに金ない劇団員。労働組合入ってもお金はあげられないけど、話を聞くよ、一緒に飲むよ、困った時は遊びにおいで。職場で辛いことがあったら、ひどい仕打ちがあったら、一人じゃ何もできないけれど、助け合って知恵出し合って、つながり合って、大きな力を作るんだ。イエーイ。私の名前は MC グレイ。こういう行為、自分の思いさらけ出すのはちょっとつれ、あんまり自分では選びたくないし、失敗するのも恥ずかしいし、優柔不断言わない選択、表現者としては失格だけど、私は私のままで私のできることをしたい。濁ることもあるけれど許せ、今の私グレー、イエーイ。あー、私の名前は MC アクサイ。悪い妻と書いてアクサイ。家庭帰り見ない？東京都北区の都営住宅で夫と5歳の娘と暮らしてる。私の母は専業主婦で、ずっと家にいて一緒に遊んでくれたり、ご飯作ってくれたり。だから私は寂しい思いをせずに、すくすくのびのびと生活できたのかな。だけど翻って私はというと、芝居がしたいし、働いてたいし、酒も飲みたいし、新しい出会い求めて家にいる時間がない。夫は言う、もう少し家のこと考えたら。娘は言う、なんでお父ちゃんばっかり桜の面倒を見るの、おかしくない？とか。そして実家の母は言う、二人目は子供が小さいのは今だけって言うけど、私の今も今だけで、私の人生は一回だけで、
子供が可愛いのは当たり前だから、愛する娘に恥ずかしくない自分でいたいんだ。自分の仕事にプライドを持って社会と向き合ってたいんだ。私は悪妻なのかな、私は悪妻なのかな。イエーイ、イエイエーイ。俺の名前は MC ウォッシュ、見えぬ感染コロナをウォッシュ、テレビつけたら毎日ウイルス、電車乗るたび周りを気にする。最初よそごと他国のことだと、マスクの数もごくごくわずかで、そのうち咳すりゃ周りがジロリ、くしゃみ一つで視線がぐさり。オリンピックで感染隠し、延期出てきりゃ感染感染ならぬ感染するが感染。桜ばっかりやってるんじゃないよと、森友ばっかりやってるんじゃないよと、コロナ聞いたら対策ゼロで、出した答えが無払い自粛、出した答えが2枚のマスク。マスク届けて詫びあんやしな、無能政権詫びあんやしな。俺はウォッシュ、俺はウォッシュ、アベノウイルスコロナをウォッシュ、イエーイ、イエーイ。MC 無観客、世の中は無感覚、学生役なのに学生に見えない。平成生まれの見た目は昭和、競馬が好きとか趣味がおっさん、尊敬は役者、台本との格闘、努力家でもなくむしろ飽きやすい。本当に役者でいいのか、母子家庭のすねかじり、親友いるけど生きづらい、好きなできてるのになぜ死にたい、居場所はあるのにわがまま言ってる、死ぬ度胸ないから生きてるだけ、ネガティブ思考の自分が嫌だ、なんでポジティブになれない、あの馬のようにかけていきたい、好きなバイク買ってどこか走りたい、それでも金ない、どうしようもない。世の中は無観客、競馬も無観客、四コーナーからの静寂、今日も自粛の新宿だけども馬は楽しそう、騒ぐ奴らも誰もいないから、だけどもみんなは騒ぎたい、ストレス溜めて何もできない、できるかどうかわからん、でもやってみなきゃわからん。イエーイ。私は MC さなぎ、自分の殻を破りたい、保育園で登園拒否、大人の人が怖かった、小学校いい子を演じてた、心配されるのが嫌だった、劇団入って変わった世界、いい子よりも自分の意見が求められる、自分の心って何？病気の母のため、うまく話せない兄のため、ちゃんとしなくちゃって生きてきた、ちゃんとしなくちゃって生きてきた、ちゃんとしなくちゃって生きてきたから、自分を殺して生きてきた、だから今ラップをするのはお腹痛いけど向き合いたい、ヒロキの勇気に背中を押された、自分の気持ち素直に話して、私もさなぎから殻を破って、自分の力で羽ばたきたい、もう30なのに子供みたい、でもこんな自分を受け入れたい。イエーイ。イエーイ。私の名前は MC オーバー、職業は役者、でもバイトの顔は牛タンや、今のご時世好きなことやって、お
金がないのは自己責任ってすごいよくやる。私にはできない。何回言われてもこぼれるのはから笑い。今年30周りの友人結婚ラッシュで少し焦る。専門から10年優勝にいる彼氏と私の将来はそばにいたいけど踏み出せない。夢追いたいけど問題は山積み。そうも考える。私が劇団にいる理由とは誰かが作ってくれるわけじゃない。私が自分の手で作っていくしかない。役者がやりたい。でもいろんな世の中のせいも伸ばしたい。欲張りな自分。水曜日のゆらゆるりん。私の仕事は演出上司。悔しくないわけない。でも嬉しい。私は一生懸命やりたいこの仕事。だから言わないで役者にお金もらってるなんて。承認者だからなんて。超えて行きたい。全てオーバー。悔しさも苦しさも何もかもオーバー。最後なんてない。舞台を超えて作りに行くんだ。イエーイ。難しい。いやちょっと。Yeah. 俺は MC のマネー。財布の中はのマネー。先行き見えないコロナでバイト先は休業中で今俺失業中。バイト探しも高金。それでも腹減る39。考えてたって始まらねえ。自ら選んだこの道。どうしようもなく不安。でも今この作品があることが希望。そうしどろもどろになっても行こう。苦悩するからこその前向きな思考。 Yeah 持ち合わせはねえが持ち前の負けず嫌いで移動。水曜日ゆらゆるりんが成功することを心から祈る。